それではあとは手はず通りにお願いしますよ。ええー、任せてください。こっちは毎年何十年とやっていることですからね、抜かりはありません。しっかり番組の中に差し込ませていただきますよ。よしよし、今年も順調。お金が大量だ。ほとんど何もしなくても莫大なお金が手に入る。だからやめられないんだよな、24時間テレビはよ。1978年からスタートし、8月下旬に毎年放送されているチャリティー番組24時間テレビ愛は地球を救う。障害者や難病患者などに焦点を当てたドキュメンタリーや企画によって感動を視聴者に届け、巨額の募金を集めているこの番組の社会への貢献度はそれはそれは素晴らしいものだろう。番組の歌い文句であるテレビをご覧の皆さんが主役の通り、24時間テレビがあるおかげで集まった募金の総額は驚異の420億円オーバー。それだけのお金が環境保護や福祉活動に動いているとなれば、24時間テレビの存在価値は非常に高い。しかしそんなチャリティー番組の実態は偽善どころか打算まみれの利益重視。彼らは46年もの間420億円の募金が霞むほどの利益を得ていた。1回の放送で広告収入が20億超え？ちょっと待ってくださいよ。24時間テレビで集まる募金って数億くらいでしたよね。だからどんだけ批判されようがやめるわけにはいかねえんだよ。こんなにおいしい番組なんて他にないんだから。ここで一番恐ろしいのが、番組で得た20億の広告収入は一切寄付に回されないということ。広告収入は制作費と出演者のギャラに回され、そこにはチャリティー精神のかけらもない。だからその矛盾した番組の方針を心の底から嫌悪し、出演を断るタレントたちもいた。24時間テレビに出ろだ？ふざけんじゃねえ。あんな偽善番組俺は大嫌いなんだよ。誰が何と言おうと俺は絶対に出ねえよ。チャリティーって言うならお前ら全員ノーギャラで出ろよ。そうやって怒号を飛ばすほど嫌っているビートたけし。他にも明石家さんまや所ジョージなどの大御所も巨額のお金を懐に入れる24時間テレビのあり方を批判し、出演を拒否している。ちなみにこれが海外のチャリティー番組となるとギャラはもちろんゼロ。マドンナだろうがジャスティン・ビーバーだろうが、どれだけの大スターであっても彼らはノーギャラで出演しているのだ。いかに24時間テレビがお金に目がくらんでいるかがわかるだろう。そしてそんな利益しか見ていない番組だからこそ、彼らは利益を得るためにあらゆる後ろ暗いことを行っていた。さあチャリティーランナーの西村智美さんがついにここまでやってきました。24時間かけて走り切るこの100キロマラソンも残りあとわずか。時間内にたどり着くことはできるのか。24時間テレビの中でも人気の高いこのチャリティーマラソン、ランナーが時間ギリギリにゴールへ到達したその時、最高潮の感動が生まれていたのだが、これおかしくね？なんで午後6時に残り 30km だったのが1時間後に 10km になってんだ？ 1 時間で 20km なんてオリンピックランナーくらいのタイムじゃん。2002年にあまりの不自然さから発生したワープ事件。当然ながら番組側はそれを肯定していないが、年齢にばらつきがありながら毎年フィナーレに到達していることからも、車移動や長い休憩による時間調整疑惑が毎年浮上。そしてそんな黒い噂が絶えない中で、誠実さが感じられない対応を彼らは2012年に行っていた。だから言ってるじゃないですか、膝の調子が悪いからマラソンのオファーは断るって。そう言わないでください。大丈夫です、専属のドクターをつけますので。何か問題があればすぐに出演中止して構いませんから。そういうことなら。そうやって必死の説得をして北斗晶を走らせた日テレサイド。しかしいざマラソンが終わってみると、これは相当な負荷が膝にかかっていますね。今すぐ入院が必要です。やっぱり出なかった方が。じゃあすみません、北斗さん、入院はちょっと待ってもらってもいいですか？は？ほら、すぐに入院すると番組の責任が問われる可能性があるじゃないですか。お願いしますよ。番組側が北斗晶に突きつけたまさかの理不尽な要求。
しかも入院費や手術代などはチャリティー番組だから局で負担はできないとして北斗らに自腹で支払わせるなど、騒ぎを起こしたくない北斗の思いを利用してやりたい放題だった。またタレントへの理不尽な仕打ちは北斗晶だけでなく、人気お笑いコンビイグジットの兼近大樹にも。あの番組の過去に確執があった会いたくない人と再会する企画で、私は兼近さんの中学時代の元カノとして再会したんですけど、そこで番組側が紹介していた兼近の二股による男性不信、あれは完全に嘘です。私は男性不信になっていませんし、兼近が二股していたことも番組スタッフから初めて聞かされました。そうやってやらせを YouTube で暴露した兼近の元カノ、兼近も二股は嘘だとはっきり SNS で言っており、企画を盛り上げるためならどんなことでもするのがこの瞬間明らかになるのだった。やらせ疑惑だらけの中にやらせ確定の企画、こんな演出しかしない企画ばっか作って20億か。とにかく局側とテレビにずっと映る出演者たち以外には厳しい対応を取り続ける24時間テレビ。そしてそれは出演する一般参加者も同様、合唱などのチャレンジ企画など長期間の練習をさせておいて、彼らにはギャラが支払われていないという情報も上がっている。そこに加えて2022年には24時間テレビのボランティアスタッフのまとめ役が旧統一教会の女性信徒、しかも7年も在籍してたなんて。しかも参加ボランティア団体の紹介欄に旧統一教会の名前も。これもしかして俺たちが思っている以上にヤバいことしてたんじゃ。日テレが旧統一教会を悪者扱いしたとして嫌がらせのように発表されたこの事実、自民党との癒着関係が明らかになっているように、何らかの裏金が動いていたのではと囁かれるのも無理はないだろう。そして番組そのものを成り立たせ、本来最もお礼されるべき主役の障害者、難病者も彼らにとっては演出を盛り上げるためのいわば装置。そのことを五体不満足で知られる乙武洋忠氏も感じ取っていた。あの番組って障害者への扱いが一面的なものに感じるよね。かわいそうな人たちがこんなに頑張っているって、障害者を扱っているというか、登場する障害者は明らかに憐憫の情で見られている気がしたんだよね。僕が子供の頃は貧困に焦点を当てていたよ。障害者本人がそう思えてしまうほど過剰演出が目立っている24時間テレビ。ちなみにそんな彼らへのギャラはゼロか最低限の交通費だけ。もはやチャリティーの名前を冠していることが恥ずかしくなるほどの所業を彼らは毎年行っているというわけだ。そんな光景を何度も見せつけられているからこそ、昨今では何の問題が起きなくても感動ポルノなどと言われ炎上する始末。募金額は年々減り続け、視聴率も直近30年で平均世帯視聴率が 11.3% と過去最低クラスを記録。このままでは存続すらも危ぶまれる窮地に立たされているのであった。チャリティー番組でギャラってマジで意味不明なんだけど。一応番組側は高額ギャラは否定してるけど、いくらかの謝礼は渡していますって言ってるんだよね。ギャラと謝礼の何が違うねん。そんなん言い方変えただけで金額なんてやりたい放題じゃん。ほらギャラって言うと聞こえないから。結局チャリティーという名目で金儲けしてるだけやんけ。チャリティーだけにチャリンチャリンってか、アコギな商売してるでほんまに。はあ、カズキンちゃん、最近またヤクザ映画にハマってるでしょ。空に